わいいだって。かわいくないですよ。だって今メイク中。いやなんか今日はもう本当に眠すぎて一日。30分ぐらいだけ寝ました。今日はハンバーグ食べました。お昼、お昼にハンバーグ食べて、なんか梅ソーダじゃなくて、なんだっけ、ゆずソーダっていう食べ物をね、飲み物頼んだんだけど、もうね、ゆずが酸っぱすぎて、キレートレモンの3倍ぐらい酸っぱすぎてビビって目が覚めた、エリちゃんにお手紙書いてたところでした。お、待ってます。今日はレッスンが終わっ、朝レッスンで終わって、ハンバーグ食べて、買い物して、家帰ってきて、まあ、30分ぐらい仮眠して、今メイクしてる。朝早かった。ハンバーグって俵型だってねえ、なんでそれ気になります？ねえねえ、待って、その質問めっちゃおもろいね。待って、ハンバーグって俵型え、気になる？俵型、え、待って、おもろすぎる。俵型、なんで、待っておもろすぎる。ちょっと待って、俵型どういうこと？俵型？え？気になるそれ。それ気になります。俵型あるようだって。え、どういうこと？わかんない、怖い。爽やかではない。お店によっていろんな形で焼き上げてるじゃん、だって。普通普通かも。塩で食べた。なんかおろしポン酢あるじゃん、おろしポン酢にしたんだけど、なんかあれサラダとして食べるの好きなんだよね。おろしポン酢はサラダとして食べるの、あの大根おろしを。わかる？
なんかすごいさ、私ステージ出てるよね結構最近。なんで急に、なんで、なんかさ、ありがたいことにまた2日も公演出ますし、止まらないね。劇場多いよ。明日も劇場で、しあさっても劇場で、もう今日からは1日おきに劇場だから、うん、だってさ、なんか後半期なんていうんですか、下半期さ劇場1位になっちゃわない？そんなことないか、それはないか、ちょっと汚れすぎた、うん、それうなぶれ、うん、なんか不意にため息出ちゃう。755も終わっちゃうし、終わっちゃうね、もう。あと3日でございます、755も。マジで更新をしないメンバーとか結構だんだんいたけど、マジで永遠に75やってるから自分は、うん、マジで。寂しいですね。なんかあれ使いやすかった、うん、なんかまず気になったことをちょいって聞けて、ふわっていっぱいなんか答えてくれてるのが生きやすかった、うん。そう、お話し会のスケジュールも聞いてたし、755のコメントでなんかイベント出るとか知ったり、あ、このイベント出るんだみたいな知ったり、
便利だったよね。うん、それもあまり褒められたことではないけどね。だっていやめっちゃ褒められてた、エリは。なんか俺らを頼ってくれるお代理最高みたいな。俺らを頼ってくれて嬉しい、どんどん答えちゃう、どんどん調べちゃう、ありがとう代理、俺らの生きてる意味はお代理だって褒められた。うん、褒められた。だから私もありがとう、どんどん聞いちゃうねって、ウィンウィンだ。うん、ウィンウィンだったよね。でも気軽に聞いてだって聞けないよ。 X は無理。てか X って Twitter どこ行った？お昼はハンバーグ食べました。気軽にポストしてね。だってね、ポスト無理、ポストって言えないの、ツイートって言っちゃう、まだ。うん、リポストって何？うん、いまだに公園で X でざわつく。え、わかる。ざわつかない日来んの？怖くね？アイシャドウピンク。 X ってのがね、だって他の言い方ならまだ良かった。だってじゃあエリックスはどう？例えばまあそんなこと言っても X なんですけどね。まあ X ってまあ言いやすいってね。うん、
でポストしますだって。 X でポストよろしく。500日おめでとう、ありがとう。なんか今月でショールームの毎日配信やめようかなって思ったけど、755とタイミング同じになっちゃうからやめた。9月中にやめようっと。アイドルなんかじゃなければ、好きだと伝えられるのに、せめての切なさ、どうやって隠せばいい、もうすべてを捨てたっていいと、あと少し勇気があればステージ飛び降りて、普通の子になれた。歌番組で歌いながら、カメラの前のあなたにサイン、 I love you リンクをしたけど見ててくれたかな。怖い。昨日新曲可愛かった、だってマジで。なんかもう新曲披露した記憶がないわ。なんか下まつげ長いねって最近よく言われる。この前ヘアメイクさんに、え？って下まつげ長って言われて、あんま自分で思ったことなくて、下まつげの存在感があるって、でもなんか塗ってるからですよねって言ったら、え？みたいな。ということで、皆さん本日の配信はこれで終わりたいと思います。ということで、皆さん見てくれてありがとう。また明日の配信でお会いしましょう。では最後におランキング読みます。いきます。13位幻、12位リン、11位ジャン@群馬ニアオダシ、10位カホ、9位グアパートオダシ、8位ファデル、7位ごめん先生、6位筋肉愛好家、5位クルリン、4位ひとくまさとる、3位ヒノト、2位クロワ、そして1位はナオキ。ありがとう。ということで、皆さん
てくれてありがとう。ではまたね、バイバイ。